CDTV ライブライブ大感謝祭2024稲妻オウォーター関連 YouTube タイトル案 CDTV ライブライブ2024行けない人多数なきっつら超プレミアグッズ稲妻オウォーター稲妻入手方法を緊急調査 CDTV ライブライブ大感謝祭2024は毎年多くのファンを魅了するイベントです2024年もその期待に応える形で 9月14日から16日まで東京ガーデンシアターでの開催が決定しました。日本中のファンがこの大規模な音楽祭を楽しみにしており、特に今回の大感謝祭では、ライブの魅力だけでなく、会場でしか手に入らない特別なオフィシャルグッズが大きな話題となっています。その中でも特に注目されているのが、稲妻ウォーターと呼ばれるグッズです。このウォーターは雷稲妻をイメージしたデザインで、 ライブのエネルギッシュな雰囲気を象徴するものとして、多くのファンが熱望しています。CDTV ライブライブのような大型イベントでは、特別感が漂うオフィシャルグッズがファンにとって一つの楽しみとなっています。特に会場限定で販売されるグッズは、その希少性から、コレクションアイテムとしての価値が高まり、イベントに参加できないファンにとっても大きな魅力となっています。今年の稲妻ウォーターは、 エネルギーとスピード感を象徴するデザインが施されており、まるで稲妻が走るようなパワーを感じさせるもので、SNS でも多くの反響が見られます。価格は300円、税込みと比較的手頃ですが、そのデザイン性やライブとのつながりを感じさせるストーリー性から、すぐに完売する可能性が高いと予想されています。しかし、ここで大きな課題が浮上してきます。それは、イベントに物理的に参加できないファンが、 この限定グッズを手に入れられないという問題です。日本全国に広がる CDTV ライブライブのファン層を考えれば、東京で開催されるこのイベントに足を運べない人々が多く存在することは明らかです。SNS ではすでに、どうしてもこのウォーターが欲しいけれど、遠方に住んでいるため会場に行けないという声が多数見られます。これに対する一部のファンからの要望として、ネット販売を行ってほしい。 という声が特に強く上がっています。現代のデジタル社会において、オンラインでのグッズ販売は決して珍しいことではなく、多くのイベントがこのような手段を用いています。特に COVID-19 パンデミック以降、イベントに直接参加できないファンのために、オンラインストアが活躍する場面が増えてきました。今回の CDTV ライブライブ大感謝祭でも、同様の取り組みが期待されるべきではないでしょうか。 ファン心理を考慮すると、こうした限定グッズは単なるアイテムではなく、イベントに参加したという証であり、思い出そのものです。グッズを手に入れることができるか否かで、イベントの満足度や思い出の深さが変わると言っても過言ではありません。参加できないファンにとって、ネット販売があることは、物理的な距離を超えてイベントとつながる手段となり、イベント自体がより包括的で多様なファン層に支持されるものになるでしょう。 ここで考えたいのは、こうした要望がどのようにして実現されるかということです。主催者側がネット販売を行うことのメリットとデメリットは何か。まず、ネット販売のメリットは、物理的な制約を超えて、より多くのファンにグッズを提供できる点にあります。これはファンの満足度向上に直結し、結果としてイベントのブランドイメージの向上にも寄与するでしょう。さらに、オンラインでのグッズ販売は、 特定の期間だけの限定販売やプレオーダーなど、さまざまなマーケティング手法を用いることができ、販売戦略の幅が広がります。一方で、デメリットとして考えられるのは、在庫管理や発送に伴うコスト増加の問題、さらには商品の希少性が薄れる可能性がある点です。限定グッズの魅力は、手に入りにくいことにもあります。ネット販売を行うことで、その 特別感が薄れるという懸念もあります。しかし、こうした課題は解決可能です。例えば、オンライン販売でも数量限定にすることで、希少性を保ちながら、遠方のファンにもチャンスを提供することができます。また、プレオーダー方式を採用することで、必要な在庫を正確に把握し、過剰な在庫リスクを回避できるでしょう。こうした柔軟な対応を行うことで、 ファンの要望に依頼つつ、イベントの価値を損なうことなく、より多くの人々に CDTV ライブライブの魅力を伝えることができるのです。さらに、今回の稲妻ウォーターのようなグッズは、ファンとのコミュニケーションツールとしても重要な役割を果たしています。ライブイベントでは、その場のエネルギーや感動を共有することができる一方で、遠方にいるファンとの距離感をどう埋めるかが常に課題です。 ネット販売を通じてグッズを提供することは、ファンが自宅にいながらもイベントに参加している感覚を得られるため、イベントそのものが一体感を生む手段となります。さらに、SNS を活用して、購入したファンが自分の手元に届いたグッズをシェアすることで、オンライン上でもコミュニティが広がり、ファン同士がイベントの思い出を共有する新たな形が生まれるでしょう。また、最近のトレンドとして、 エコやサステナビリティへの意識が高まっている中で、オフィシャルグッズもこの流れに対応することが求められています。稲妻ウォーターのデザインが雷稲妻を象徴するものであるならば、そのパッケージングや素材選びにもこだわり、環境に配慮した製品であることを強調することが、ブランドイメージの向上に寄与する可能性があります。特に若年層のファンは、こうしたエコ意識が高く、環境に優しい商品を選ぶ傾向が強いため、 持続可能性を考慮したオフィシャルグッズの提供は、今後のイベント運営にとって重要なポイントとなるでしょう。このように、CDTV ライブライブ大感謝祭2024は、単なる音楽イベントにとどまらず、ファンとのつながりを深め、コミュニティを形成し、音楽の力を通じて社会にポジティブな影響を与える重要な役割を果たすイベントです。オフィシャルグッズのネット販売という新たな可能性を考慮することで、 より多くのファンにその魅力を伝え、イベントの価値をさらに高めることが期待されます。CDTV ライブライブ大感謝祭2024が持つ潜在的な価値を最大限に引き出すためには、イベントの枠を広げて考える必要があります。もちろん、ライブそのものがファンにとって一番の魅力であり、アーティストとの直接的なつながりを感じられる貴重な瞬間です。しかし、現代におけるエンターテインメントの楽しみ方は、 物理的ななな会場だけにとどままらなくなっています特にオンラインのプラットフォームが進化し続ける中でリモートでイベントを楽しむことが新たな常識となりつつありますそこで提案したいのがイベント全体の体験をオンラインで拡張するというアイデアです例えばライブ配信やバーチャルな参加方法をさらに充実させることで現地に行けないファンにもリアルタイムでイベントの熱気を共有させることが可能になります 最近の技術進歩により、ライブストリーミングだけでなく、VR や AR といった技術を活用して、まるで会場にいるかのような臨場感をリモートで楽しめる仕組みも実現可能です。これにより、物理的な距離の制約を超えて、より多くのファンが同じ感動をリアルタイムで体験できるのです。さらに、オフィシャルグッズの販売においても、デジタル化の恩恵を受ける可能性があります。例えば、 物理的なグッズだけでなく、デジタルコレクタブルや限定のデジタルアートワークを提供することができれば、ファンにとって新しい楽しみ方を提案できるでしょう。これにより、物理的な制約を完全に取り払った形で、ファンの所有欲を満たしつつ、より持続可能な形でグッズ販売を展開することが可能です。こうしたデジタル商品は、NFT、非大耐性トークンなどのブロックチェーン技術を利用することで、 唯一無二のアイテムとして価値を保つことができる点も魅力の一つです。また、ファンとの双方向コミュニケーションを強化するためのツールとして、ソーシャルメディアのさらなる活用が考えられます。現代のファンエクスペリエンスは、単に受け身でコンテンツを消費するだけではなく、ファンが自ら積極的に参加し、意見や感想を共有する場が重要です。CDTV ライブライブ大感謝祭2024においても、 ファンが自分の感想やグッズに対する期待感を SNS でシェアすることで、イベント自体が広がりを見せ、コミュニティが形成されていきます。例えば、イベント前には、稲妻ウォーターをテーマにしたファンアートコンテストを開催し、優秀な作品は公式グッズとして販売されるなど、ファンとの協力体制を築く方法も考えられます。これにより、ファンは単なる消費者としてではなく、 クリエイターやパートナーとしての役割を持ち、イベントへの愛着が一層深まります。さらに、イベント終了後にもファンとのつながりを維持するための施策も重要です。イベントが終わった後、その余韻を楽しむ期間はファンにとって非常に大切です。この期間に、限定のライブ映像や舞台裏のドキュメンタリー、さらにはアーティストとのインタビューなど、特別なコンテンツを提供することで、 ファンの興奮を持続させることができま,すまた、イベント後には購入者限定のオンラインイベントを開催し、参加者が直接アーティストと交流できる場を設けることも一つの方法です。このようにして、イベントが一回限りの体験ではなく、長期的に楽しめる思い出としてファンの中に残るようにすることができます。もう一つ注目したいのは、CDTV ライブライブ大感謝祭が日本国内だけでなく、 世界的にも注目されるイベントになる可能性です。音楽は言語や文化の壁を越えて、多くの人々に感動を与える力を持っています。特に日本の音楽は、近年ますます国際的な評価を高めており、アジアやヨーロッパ、北米を中心に多くのファンが存在しています。このようなグローバルなファン層を意識した展開を行うことで、CDTV ライブライブのブランド価値はさらに高まるでしょう。例えば、 英語字幕付きのライブ配信や、海外向けの限定グッズ販売を行うことで、国際的なファンとのつながりを強化することが考えられます。これにより、CDTV ライブライブ大感謝祭が日本の音楽シーンを代表する国際的なイベントとしての地位を確立することも夢ではありません。